よし、やっていきましょう。クテルフ神話 RPG チネられた天女伝説ということで、はい、早くも2日目のね、朝パートっていうか、まあ日が出てるパートですね。で、とりあえず前回ここのおっさんに、いや、おっさんかどうかわかんないけど、カメラをね直してもらって、無事にねデジタルカメラを手に入れたんですけど、これがね、まあなんかわかるんだけど、使い方としては、ただどういった場面で使うのかっていうのがわかんないんだよね。まあ多分間違いなく今後ね必要になってくるアイテムだとは思うんだけど、まあこれはあれだね、そう、結局あの、そう、みゆきさんのアイテムなんてまあここは知らない、ちゃんと持ち主に返しとこう。多分使う場面が今後出てくるんでしょう。で、結局聞き込みなのかな、この昼間は。ライドオン、行くぜ。とりあえず車乗って行けるとこ。前回さ、結局なんだっけ、話はみんなに聞けてんのか。いやでもね、昼間だとね、そこの畑とかも入れないし、どうしよっか。あ、もうこっからは降りるしかないか。え、じゃあ結構車で乗れる範囲って狭いのね。もうちょいなんかね、あればいいんだけど。絶対ね、これね、最終的にここから地下に行くぞ。こういうのとかカメラで撮ったらどう？撮れんの？っていうか。お、天女像の写真。なんかさ、こういうなんかキーになりそうなものとかもうちょっと撮った方がいいんじゃない？あとなんだろう。村長の家とか撮ってみる？なんかさ、あれここおかしくないみたいな感じになんない？村長の家おかしくないみたいな。ここら辺で、はい、車がある。黒塗りの高級車、パシャっとくか。おい、ゴラーとかなんか出てきそう。大事なもの、車の写真。おーし、ちなみに、あ、こっちパートだとセーブ機能はないんだ。今隠れもしてんだけど、僕すぐに捕まっちゃった。へぇ。尋ねる。意外とガキの方が情報持ってるかなと思ったんだけど、なんか昨日のね、昨日ってか、この場合の昨日ってあのゲーム内の昨日ね、のなんか話聞いてる限り結構罠も多いからね、難しいとこなんだよね。マジ？一応この車も取っとく。もうなんか完全に車マニアみたいなの。すでに持ってる写真だった。何に使うの？マジで何に使うんだよこんな写真を。ちなみにここは？コンコン？はい、ちょっとお尋ねしたいんですけど、まあ、まず世間話しようか。毎日母と娘が糖水道に行っていてね。糖水道ってなんすか？あそこの水はうまいが、生水には変わりない。飲みすぎないか心配だよ。ああ。村長のことについてちょっと聞きたい。天女伝説。毎月朗読会があるのが娘が楽しみにしていてね。毎月やんの？さすがに飽きない？史実ではないのだろうが、信じるものはあるのはいいことだ。みおちゃん、はぎりさんのお宅のいとこさん知ってんな、それくらいだな。こいつらなんか田舎者のくせにあんまりなんか横のつながりそんなないぞ。はぎりかなめ。はい、使えない。もういいです。もういいです。もういいです。あ、まあ、早速だから全部聞くわ。全然情報集まんねー。全然情報集まんねー。罠だったわ。きっちいなー、これ外したのは。ここ鍛冶屋か。
もしこの辺でバラ人形を見つけたら教えていただけませんか。ああ、実は持ってますよ持ってますよ、実は持ってます、持ってるけど、ちょっと話を先にさせてくれ。うん、僕の親が2人揃ってロープを持って北東の森によく行くんです。へえ、なんで自殺しようとしてんの？え、自殺してようとしてんじゃないよな、まさか。大丈夫？ちょ、村長について。親方の弟子になってから村長によくお会いしますよ。おう、定期的に来られて作ったものの品質を見られてんです。お店に売り出されるものなんて気にかけておられるんでしょうね。僕の腕がどれぐらい上達したのかを見られてんので、来られた時はすごく緊張します。大したなんか情報じゃないな。うん、読んだ読んだ読んだ。おお、聞かせてくれ。学校サボったり好き勝手なことをしてる敵の悪いやつでして。わかる、それはわかるわ。俺も妹欲しいもん。姉はもういらないですけど。じゃあ、いや、ちょっと、あ、いや、みおちゃんについてもちょっと聞きたいわ。じゃあ、罠人形返しとくわ。はい。親方に見せてあげて。了解。ちょっと心理学。今は機嫌がいい。オッケーオッケーオッケー。ちょっと世間話しましょうか。数年前までは人形作りで、それより ちょっと前までは刀鍛冶をやっていてな。あ、そうなんだ。いや、鍛冶屋っていうくせに家具屋じゃん、それじゃあ。まあ確かに今需要ねえよな、正直な。時代が、これ時代現代だよね。じゃあないよな。村長、ここにはよく来るのは作ったものの品質と弟子の腕を見に来るんだよ。自分の村で作ったものを売りに出すわけだからな。あの人も気になるんだろうよ。ここに来たってことはあんたも多分見てるはずなんだよな。だよね。詳しく。そうなんですよ、育ちが違うんですよ。あとなんだろう、雨降り具についてなんか何も聞いてないんだよな。包丁の研ぎ直し。詳しく。村長の家で朗読会が行われてる。子供は強制参加。もう洗脳じゃん、それ。だよな。なるほど。まあ、考え方がちょっとそれが合わなそうな気がしなくもないけど、まあ、毎回顔合わせててるから別になんかそういったところの険悪な関係ではないんだろうな。ただ絶対に考え方に食い違いあるよね、これ。ほら、人形返しとくね。写真。なるほど。じゃあお願いする。あ、そう、違う、そういうお願いじゃない。そういうお願いじゃない。あ、これか。写真。車の写真。車？いや、車作ってもらうぐらいだったらさ、お天女様の、お天女様？ん？何作ってくれんの結局？人形？じゃあお天女様の人形作ってよ。どう？
あれなんかお天女様のさ、なんか どんな人形が欲しいかによるだろう。人形によってもいろいろあるかな。飾りだったり、厄除けだったりな。天に、あ、こっちか。どう？車の人形作られるぐらいだったら、天女像の写真見して。あー、なるほど。なんか罰当たりみたいなこと言われなくてよかった。へえ。なるほど、1日ね。お、サンキュー。ただこれ、何の役に立つんだ？このイベント、サブイベントかな？え、なんか、これ本筋関係あるか？まあいいや。あと、こういうとこもちゃんとノックして聞きに行った方がいいのかな？コンコンコン。お、ハゲが出てきた。尋ねる。村長について。もうあいつも年だ。そろそろ、引退時だと思うよ。仕事はできるやつだが、何でも一人でやろうとするからな。何もかも背負い込みすぎてるからこそ、なんかを、なんか闇を感じるんだよな。天女伝説。バチ当たりだ。おお、怖え怖え。絵本用に話を分かりやすく書いた。助けもさすがだ。何助けって。めっちゃ緑で書かれてんだけど、何助けって。物語に詳しいやつでな。あ、名前、あ？あ、助けって名前の人間ね。はいはい。なるほど。古い仲だ。教えてよ。説得。よし、オッケー。助けんちは村の南だ。民宿の向かい側にある。お、サンキュー。村の南ね。民宿の向かい側。じゃあな。おめにもう用はない。これ結構重要な情報得たんじゃないの？村の南側。村の南側。村の南側行こうか、じゃあ。させん。させん。民宿。これかな？なんか人がいる。ミキに何か言おう。今かくれんぼ、あ、お前かくれんぼしてんのか。え、なんか。いやいや、あ、それで、ね。なんかかくれんぼしてるガキいなかったっけ？ちょ、助け、ちょっと、助けて。助けてくれ、ちょっと。コンコン。尋ねる。あなたが助けさんですか？お。ちょっとお願いしていいですか？おめえもハゲかよ。ちょっと物を尋ねたいんだけど、天女伝説について。あんたが作ったのか。おじゃんになった。なんで？題名が思い出せねえ。天女の絵本を見れば原稿を書いたもののことが思い出せるかもしんねえな。待って、ここは持ち物で、ファイル。これだ、絵本。ほら、見ろよ、見ろよ、ほら。よし。天切り。何、天切りって。何、また新しい名前の人が。時間過ぎてる。天切りの原稿。へぇ。ファイル、天切り。これでいいのかな。そんなに惹かれてタイトルか。
読みましょうか。天霧。今から数百年前、ある小さな村が危機に襲われ村人たちを苦しんでいた。村人たちは来る日も来る日も天に祈りを続けたが雨は降らなかった。ある時一人の美しい女が村を訪れた。女は神通力によって雨を降らし、村の畑は息を吹き返した。村人たちは女を天の使い、天女として崇め、村いて欲しさに食べ物を貢ぐようになった。そして女の要求にも応え、男を、女を、そして子供までも捧げるようになった。女の要求は日増しに激しくなり、ついには人の血や肉までも貪り求めるようになった。それを見かねた一人の村人が都へと助けを求めた。男の助けを聞いたのは一人の若き僧侶だった。僧侶は、法力の宿った刀を携えて村へ赴いた。村のすべては女のものとなり、一部のものは魅了までもされていた。僧侶は女の正体を見抜き、その刀で切りかかった。しかし魅了された村人が立ちはだかり、僧侶は悩みの末やむを得ず村人を切り払った。一人また一人と魅了された者が立ちはだかっては切り払い、ようやく女と対峙した時には見にも無残な血の海が広がっていた。逃げようとする女を今度こそ力を込め切り払う僧侶。しかし死に際に女は言い残した。88の年が巡るたび、この憎しみと共に目覚めよう。全てが終わった後、僧侶は刀を残し伊豆湖へと消えた。その後残った村人たちはこのことを天女を切った僧侶の形に刀にちなんで天霧と呼び、恐ろしい話として伝え残していった。なんかその刀あったらあいつ殺せる臭くね？どっかにない天霧。得てして昔話っていうのはね、例えばそれ絵本とかにされてるとすごくなんかね、可愛らしいというかふわっとした演出になるけど、意外とその原点というか一番最初の話を見てみると結構えぐかったりとかするからね。なんかこの間もさ、テレビでなんか桃太郎についてなんか研究してる女の子みたいなのが出てたんだけど、実は桃太郎が悪いやつで鬼は悪くないやつみたいな感じのことについてやってたんだけどね、話聞いてる限り本当に桃太郎悪いやつなんだよね。鬼がなんか全然何も悪いことしてないのになんか鬼が殺されるっていうなんか結構えぐい話だったよな。カナメさんなら何か知ってるかも。でもどこにいるんだよ。そうなんだよね、カナメさん結局いないんだよ。村長さんに聞きに行ってみますか。これ時間何時までだっけ。夕方ぐらいまで大丈夫だよね。でちょっと車どこ行ったっけ。まあいいや、ちょっとせっかく来たから一旦セーブしようか。よし、ライドオン。あ、乗れねえんだった村長気な臭いね。やっぱあいつなんか隠してるよ。絶対なんか隠してるよ。もう村長って時点で絶対なんか隠してんもん。普通に行くか。コンコン。どうやら留守のようだ。本当か？おめ本当か？本当か？しびれ切らして出てくんじゃないの？いいよ、不法侵入になろうぜ。もうなんか今更気にすることじゃないよ。もうよそもんだし関係ない関係ない。あとどこ行くべきか。ん？誰だお前ら。バカ野郎、鍵がねえと地下牢に入れねえだろうが。牛丸さんになんて言えばいいんだよ。地下牢なんで合鍵作ってないんすか。ローンに入られなかったら要さん飢え死にし、ちょっと待って、なんか不穏な、ちょっと待って、え、なるほど、地下牢どこだ。いやどこだっていうかもうなんとなく見当ついてるけど、絶対村長の家だろ。
カナメさん上手にしますよ。バカ野郎、合鍵なかったら牢屋の意味がねえだろうが、大体なんで落としたんだ。糖水道の横の階段の先、ちょっと待って、糖水道の横の階段の先にリンゴ広場があるじゃないですか。北西のあたりの森の中っす。すげえ具体的に言ってくれてんな。糖水道ってどこだっけ。糖水道の横の階段の先、横の階段の先、階段なんてあったっけ。リンゴ広場があるじゃないですか。北西あたりの森の中っす。散歩がてらにリンゴ食ってそのまま寝ちまったんすけど、起きたらなくなってたんすよ。ちょっとこれやばくね。やってくれたな、火放とうぜ。今からリンゴ広場に鍵を落としたと言ってましたよ。早く見つけてカナメさん助けましょう。いいね、情報手に入ったらなんかいきなり。北西ってどっちだ。こっちか、リンゴ広場。こっちか。まだ時間大丈夫だよね。こっち、こっちか。リンゴ広場ってどこのことだ。ちょっと俺なんか森の方あんま探索してないから分かんないんだよね。お、今日も美味しい水ありがとうございました。いつも透き通っていて心も洗われます。何万ダブ何万ダブ、何言ってんだこいつ。お水美味しかったな、もう一回飲んでみようかな。でも飲みすぎたらお腹を壊すぞってお父さんが言ってたんだった。尋ねる。いや、今更村長のことはいいでしょう。もう世間話、お水の洞窟。こっち側か、ここか。これじゃね、ロープがあれば下に降りられそうだ。持ち物を使う。なんか容器があればいいんだけどね。糖水道ではないんだよね。糖水道の、なんだっけ、階段を、どうのこうのとか言って、ちょっと待って、わかんない、わかんない。まあ、とりあえず、なんかその近辺探せばいいんでしょ。わかった、わかった。行き先はわかった。まあ、最悪、赤の夜の時にでも行ってみるのも、まあ、ありっちゃありかもしれないけど。あ、これだ、階段。めっちゃ遠いな、やばいなこれ。めっちゃ遠いなこれ。ここか、めんどくせえな。でも見つけないと要さんかな。尋ねる。うん、これ大丈夫かな、話しちゃって。心理学、うん、これは聞かない方がいいかな。目星、こいつよりも先に見つける。え、ない、待って、ない、あれないぞ。もうちょっと奥か。ちょっとあいつよりも先に見つけないと。鍵どこだよ。でもリンゴ畑ってあそこしかなくね。もっと奥あんの。くっそー、ちょっと待って待って、やばい。ありかは分かってるのに。この辺に、ちょ、もうちょっと奥まで行ってみるか。何ここ、みやびやかなお社がある。中を覗く、きらびやかな着物が置かれている。
持ち物を使う。なんかお供え物あげたらいいのかな。あ、じゃあリンゴあげようか。リンゴ、リンゴ近くにあるからリンゴお供えしてあげようぜ。そしたらなんかアイテム的なもんくれんじゃない。すげえなんかメタ的な推理になるけどどうすか。ちょっとやれることやっとこうぜ。あー、時間が、時間が、くっそ。てか惜しいな、惜しいとこまで行ってたよね。ちょっと鍵見つけたかったな。夜のうちに拾えないかな。とりあえず行き先は分かった、あっち行こう。夜のうちにあの男が多分いないと思うから、夜だと。赤い夜に物が紛れ込む話ですけど、もっと周りを調べてみるのもいいかもですね。村とか森とかいいものが落ちてるかもですし、戦いにもなれると思いますよ。了解です。さあ夜になった、準備を整えていざ出発と。カメラこの時間帯必要かな。探索パワーなんすか。お役立ちそうなものに使ったのは渡しようかと。不思議な巻物、おい説明しろ。なんだ不思議な巻物って説明をしろ。イカに紛れ込んだものを映し出す、なんだそれ。イカに紛れ込んだものを映し出す巻物、外で広げると屋内のものが緑の十字、外のものが赤いバツの形で浮かび、おお。え、どういうこと。イカに紛れ込んだものを映し出す、広げると屋内のものが、持っといていいか。じゃあなんかいろいろアイテム探すのに役立つのかな。デジタルカメラ強か、これ。一応持っとくか。ね、みゆきちゃんのアイデンティティだから。出発しますかね。行くぞ。で、車乗れんの結局。乗れる？あ、乗れる。で、エンカウントはするんすか？あ、しねえや。降りる。行くか、ちょっと。そっか、崖にはまだ会ってないのか。雑魚が。あ、てかさ、待って待って待って。これなんだ。なんかいろいろ落ちてる。ジュース、はーい。うわん、ぶっ殺してやる。お、さすがにちょっと HP が高くなってきたね。これ日にちが進むごとに敵キャラもやっぱ変化するんだな。あ、針金はいらないですね。多分この針金でなんかいろいろあれなんだけど、シャベルがあるから。こっちはこれさ、ちょっと待って待って待って。シャベル、しょうがない。なんか来たな。わー、おい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 、先制攻撃はなしだろ。ずるいぞ、もう許さねえからな。ちょっとやっぱ敵が強くなってきたね。みゆきの HP がえぐいことになってる。ちょっとこれはさすがに回復した方がいいな。気づくせ、高橋の HP 400、これは使おう。みゆきに使って、また使うか。うん、で産地もまあ、でもなんだかんだ減ってきてはいるんだよね3回復、先ほど言います。へえ。ちょっとみゆきに、そんな回復しない。まあいいや、せっかく開いたんで行きましょうか。お、なんかあるね。壊れたショットガン。あー、巻き割り斧。お、 L サイズ武器。 L サイズ武器 STR10 いる。
攻撃力が10上がる L サイズの STR 武器、装備に STR10 必要。今持ってる、沙織が持ってる武器ってさ、なんだっけ、ショベル。あー、なるほど。これは、木刀外して、ちょっと待って、ショットガンと、違う。木刀と、巻き割りをも。これさ、ショベルと二刀流はさすがに無理か。巻き割りをの両手で装備。うん、まあさすがに無理だよね。あるね。古びた巻物。妖怪絵巻。じゃこつばば。体に赤と青の大蛇を巻きつけし、人を騙す老婆の妖怪なり。赤の大蛇が吹くは火炎。青の大蛇が吹くは霊気。大蛇は卵を好む。天狗。赤ら顔に鼻高き妖怪なり。翼を持ち飛翔す。うちわで風を起こし、術を使う。甘木水飴を好む。犬神、あいつ死にし犬が強き霊力を持ち妖怪になりたる者。呪術や火炎の術を使う。あずきあんの菓子を好むというお話あり。あずきあんの菓子、アンパンとか。ぬえ、さまざまなる生き物の体を持ちし妖怪なり。その方向はいかづちを発す。からき味のエビを好む。すげえなんかピンポイントというか。妖光、人を化かす狐の妖怪なり。白き毛色を持つ者は神の眷属なり。全然分かってねえじゃん、妖光のことについて。あ、ちょ高枝切りばさみ、これさ、なんだっけ、先制攻撃のやつだよね。てかさ、待って、結果的にさ、攻撃13でしょ。巻き割り、ショベルと、装備。9と7。16か。16上がるのか。で、どうなんだろう。でもなんか2回攻撃あった方が強くないって思うんだけど、どうなんだろうな。こればっかりはちょっと、でもなんか1回使ってみたいよね。1回使ってみたくない？巻き割り斧がどれくらいの威力になるのか。一撃が結構高ければ、まあ巻き割り斧でもいいんだけど、ちょっとこれは。あ、でも待って、STR10 あるわ。そうだ、STR10 あるわ。そうだ、そうだ。みゆきもね、一応 STR10 あるから、M サイズの武器でしょ。 M サイズの武器だったらさ、デックスが高いでしょ。ナイフ一旦外して、ナイフ外して、ちょっと待って、ショベルを渡すわ。みゆきに渡して、ナイフと交換だ。で、みゆきの装備を刀とショベルにする。ずっしりと感じた。ダメか。ずっしりと感じたってことはやっぱダメだ。 STR が足りない。ちょっと沙織が企画外すぎるっていうだけなんだよな。木刀ならどう。ダメかやっぱナイフじゃない。ダメだ。ここナイフにしよう。じゃダメだ。沙織が沙織が強すぎるだけだった。畜生。
じゃあそうなると、じゃあ一回巻き割り王の装備した状態でどんなもんかっていうのをちょっと試してみるか。まあこの子はしょうがない、この子はしょうがない。で、壊れたショットガンも持っとかないとね。これ乗れる、もしかして手入れされてる。高枝ボサミはいらないな。で、これ使ってみる。待って、巻き物の使い方わかんねえ。ここにアイテムがあるってことなんだよね。え、だったらさ、普通に目星使った方が早くね。え、ないよ。え、意味がわかんねえ。使い待って、不思議な巻き物の使い方がよくわからない。まあいっか、あんま気にしないでいこう。ちょっと待って、地下牢がどうのこうのとか言ってたから、どっかに地下があるはずなんだよな。わー、いるし、あいついるし。ちょっとあいつ無視ね、一旦無視ね。調べる。警棒どうだ。ニアがレッサイズ武器、 STR が高いと当たりダメージが増える。こっちデックス依存か。デックス11。STR 依存の方が強いのかな、どうなんだろう。デックス11。まあでも、これがベストなのかな。結構難しいとこなんだよね。デックス依存と STR。実験台になってもらうぜ。ちょっとどんなもんか。18。でもなー。ちょ、もう一回使ってみる。何か落とした。18でしょ。2回攻撃して合計ダメージが18超えるんだったら二刀流の方がコスパいいんだよな。ここの見極めがね、ちょっと難しいところ。お、いらねー。消火器何使う。戦闘から逃げられる、使うとなくなる。いらないです。鍵がかかってる。ここは使うべきで、巻き割りをの。あ、これだと5分なんだ。へえ。やっぱ武器によって変わって、面白いな、やっぱな。面白いね。なんか出てきた。うわ、気持ち悪い。明らかに右がやばいんで、右を先に倒そう。大向かで。攻撃、大向かで。攻撃、大向かで。攻撃、大向かで。よし。19ダメージね。お、百鬼夜行。あ、ここ出ただけか。ってなると、ちょっと待って、こっち側から、いや、いけないよね。じゃあ壊すべきとこはここだな、多分。お邪魔するわよー。また出てきたよ。わあ、やめろよ、お前、その先制攻撃やめろ。
強い。わーい。せっこ。みゆきがやばい。みゆきがやばい。みゆきがやばい。ちょっと、お前は回復しろ。回復しろ。傷薬で、みゆき。彼はまあまあまあ、まだいけるでしょ。よし。強い。一回に18ダメージ出んのは強いな、普通にな。一旦入る。目星。それずるいよな、それずるいよな、それずるいよな。ちょっとここは一旦戦略的撤退で、結局何も出なかったんだよね。ね、割とダメージ食らってんだよねこれ割とダメージ食らってんだよなこれ。なるほど、敵さんも、かなり強くなってきてると。HP4 回復1回使える。これ使っとくか。もう結構回復アイテム有り余ってるから、使える時に使っといた方がいいでしょう。で3もね、難攻。HP を3回復。使う。あと1回か。OKOKOK。で、合計18ダメージでしょ？木刀装備のショベル装備に戻してみるか。なんもねえやん。なんもねえやん。くっそ。ん？ああ、出血してんだった、そういえば。忘れてた。出血を治す。ミキ。OK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 。3もちょっと減ってきてるから、水使う。みゆきもっぺん飲んどいていいべ。 OK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 。 あ、そういえばあっち側があったわ。そういやあっち側があったわ。ちょっとさっきの恨みを。13、2回の方が強いね。13、2回の方が強いね。やっぱ二刀流の方が強いわ。スターバーストストリーム決め込んだ方が強いわ。トゥルルルルルン。みゆきに任せる。どういうこと？ああ、ジャンプ持ってるんか。はいはいはい。こいつなんだっけ、甘いものが好きなんだっけな。餌付けるとあれなのか、戦わなくていいみたいな。あ、いいや、とりあえず村長の家こんぐらいにして、当初の目的であるちょっとあっち側に行こうじゃないの。出血がかなり響くね。何か落とした。いらねえよ野菜とか、マジで。いや、いるのかな、どうなんだろう。料理系のやつとか全然やってないけど、やった方がいいのかね、どうなんだろう。はいはい。絆創膏とか全然使ってないから、これ使おうぜ。カレン。
STR1 足らない状態。あー忘れてた。これ忘れるよな。これ忘れるよな。包帯もうちょっと持っといた方がいいかな。使うカレン。左だったよね確か。2と3のダメージってなんかここなんか足りねえよなやっぱ。なんかどっちもどっちっぽいんだな、デックス依存も STR 依存も。左下も行ってみたいね。左下も行ってみたいけど、じゃ先に鍵探すのが先月だな。いい加減ちょっと要さん解放したいんで。このゲームって戦闘避けた方がいいのかな。戦闘しながら言うことでもないけどさ、一旦逃げるわ。で洞窟に行っちゃうとまずいから、あ、なんかある。木立？攻撃力が5上がる。 S サイズ武器いいじゃん、コスパいいじゃん。デックスが高いと与えるダメージが増える。あー、これはデックスが高い。デックス依存だったら絶対そうね、みゆきの方がいいね。みゆきナイフこれ外して、ナイフ外して、ナイフと小立ち誰だってんだっけ、小立ちと交換で小立ちを装備。よし、これ結構強化されたんじゃないの。どうよ。あー、またなんか落ちてる。お、実験台になってもらおうか。お、強い。吹き飛べ。吹き飛べ。22の経験値。調べる。野菜いらなーい。野菜いらない。あー、でも圧迫はされてなーい。こういうところでさ、やらなきゃよかった。まだ大丈夫だよね。全然大丈夫だよね、時間ね。あいつ何？またシンボルエンカウントか。いやでもこれ鍵だよね、どう見ても。これどう見ても鍵だよな。なんかいろいろあるけど、ちょっと待って。調べる。甲冑。甲冑。甲冑、甲冑、甲冑。あった。守備プラス3、デックスマイナス4で、コンとサイズが必要。具体的にどんなもん。昔の戦で用いられた戦闘用の防具、守備プラス3とデックスマイナス4で出血と火傷をかなり防ぐ。コーン13とサイズ11。ダメだ。ダメだ。ものの見事ね、このパーティーには適してない。男キャラがいたらね、多分使いどころさんあったんだろうけど、ちょ、甲冑の出番はないな。甲冑の出番残念ながらない。鉄くず、鉄くずもなー。お前らの相手をしてしまわない。ちょっとあいつ倒さないとダメっぽいな。あいつ倒すか倒せんのか知らないけど、ちょっとちゃんと
整えよう、ちゃんと整えよう。 HP が結構減ってる、 HP 減ってる。気づくせり使うか、ちょっとここは惜しみなく使う。みゆき、カレン、オッケーオッケーオッケー。で壊れたショットガンはリュックに入れとく。回復はね、そうそう、リュックはね1ターンにつき1個までっていうなんかルールがあったから、できるだけ回復系のアイテムはね手持ちに持っといた方がいい。でデジタルカメラも今はいいや、今リュックに行って、この辺の装備も一旦リュックでいいな。傷薬にしといて、これもいらねえ、これもいらない。でこれも応急手当、応急手当、いや水にしとこう。で野菜も今いらないから、これもリュックの中の包帯にしといて、ナイフもいらない、絆創膏にしとく。こんなとこかね。でできるだけ沙織は前線にいてもらいたいから、この辺の傷薬も彼に持たしとく。絆創膏もみゆきに渡しとく。水もみゆきに渡しとく。よし、じゃあ次回、そうですね、結構時間かかってますけど、このボスぶっ倒して鍵ぶん取ります。それでは。